かはです。はい、今回はですね、ちょっとあるものを購入したので皆さんにお見せしたいと思います。それはこちらです。じゃん。はい、こちらです。今回購入したのはこの2つで、こちらが Sbit のクックセット 1100ml のものです。お値段が7400円税別です。で、こっちが固形燃料ですね。Sbit の固形燃料、お値段が600円です。これ見ていただくとわかると思うんですけど、この上の部分が鍋です。で、この下の部分が五徳で、こう火をね、セットする台なんですけど、これがセットになっています。これ雑誌で私見つけたんですけど、すごいね、かっこいいなと思ってね、買ったんですよね。それでは早速開けていきたいと思います。じゃーん、これ袋に入ってます。はい、こちら箱から出しました。早速組み立てていきたいと思います。この取っ手の部分をこうちょっとよいしょ、キュッと、はい、おこのままだとね、開かないようになってるんですけど、ちょっと押さえてよいしょ、はい、こんな感じで、はい、鍋の形になります。で、この中にですね、よいしょ、はい、こちらはね、五徳ですね、これが入っているので、はい、重ねます。こんな感じでね、使用します。こちらのお鍋のサイズなんですけれども、短いところが147mm で、この長いところが187mm で、高さが72mm になります。容量は 1100ml なんですけれども、こちらですね、中に見えるかな、こんな感じでメモリ300、500、700ml のメモリがね、ついてます。重さはこちら全体で 390g です。とにかくこの見た目がね、すごいかっこいいなと思って買いました。こう四角くてちょっと武骨な感じっていうんですかね、はい、それが気に入って買ってみました。で、これ結構ね、サイズ大きいです。はい、ラーメンとかも丸々ね、スポッとね、入ります。四角いので、パッキングもすごいしやすいと思います。固形燃料なんですけど、この中に6回分入って600円でした。はい、こんな感じです。1個 14g で、これで12時間じゃなくて、12分燃えます。で、私これちょっとね、説明書を見てびっくりしたんですけど、ここの説明書にはこのクッカーで塩水を使った調理をしないでくださいって書いてあるんですよ。え、じゃあ料理ができないのって思うじゃないですか。だからちょっとね、メーカーさんにね、電話して聞いてみたんですよ。そしたら、これドイツで作られていて、こうドイツの基準が結構高いみたいで、そのためにこう塩水を使ってはいけないっていう説明が今日しているみたいなんですね。なので、まあ電話した時は塩水を使って調理しても全然大丈夫ですっていうふうには言ってもらいました。今日はご飯を炊こうと思ってるんですけど、まあこの言葉を信じて、これから先はまあ塩分とかの入ったものもね、ちょっと作っていきたいなと思ってます。はい、では早速こちらでお米を炊いていきたいと思います。ちょっとね、お米をね、水に浸しておきました。今回は1合です。1合 150g のお米に対して水は 200ml です。これでいいかな。はい、では固形燃料セットします。消えるまで12分間待ちます。はい、蒸らしが終わったので早速開けていきたいと思うんですけども、じゃん、卵を用意したので、卵かけご飯でね、食べていきたいと思います。ちょっとね、ちゃんと炊けてるかね、ほんと、ドキドキ。
じゃあ、いきますよ。オープン、オープン。うん、おお、ちゃんと炊けてそう。すごい、ちゃんと炊けております。混ぜてみます。あ、いい感じ。こんな感じでおこげもできてます。まずはそのままご飯食べてみたいと思います。うん、ちゃんと美味しく炊けてます。うん、美味しい。はい、めっちゃ美味しそうです。それではこれ食べていきます。いただきます。うん、美味しい。もうね、炊きたてのご飯に卵最高です。うん、おこげがちょっとね硬くて美味しい。めっちゃお腹空いてたんでバクバク食べちゃうんですけど、本当に美味しい。今私蓋をね、ここに置いてたんですけど、実は蓋に金具がついていて、こう鍋にですね、よいしょ、引っ掛けることがねできるんですよね、こんな感じで。なので、こう蓋のね置き場に困ることもないと思います。はい、今回はエスビットのクッカーでお米を炊いてみました。すごく美味しく炊けてめっちゃ満足です。早くねこれを山で使ってみたいなと思います。皆さんももしよかったら参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。